はい、私の、お仕事用草刈り機、あちらね、このナイロンコード式の、この、カッターがこの辺欠けちゃいました、はい、でこの辺ももうベロベロ、ここら辺も擦り傷がかなりついて、そのうち切れそうなんで、これを取り替えます。今回は、こちら、エルバ B っていう、エルバカッターっていうやつに取り替えます。確か、他の、同じ班の人たちはこれを使ってるようで、これのいいところは、部品が手に入るって言ったんだな。だ今回みたいに、ここが割れちゃったら、ここだけ手に入るらしいんですよ。手に入りやすいのもあるらしくて、これを皆さん使ってるし、なんか持ちもいいんだってそうで、これに変えます。これはね、外しづらいんで、ここがここまで噛むタイプなんで深いんですよ。だけどこちらはちょっと開けてみるか。これはね、ここまでしか噛まないんです。だから、ここまで噛ませるのと、ここで終わるのとじゃ全然違うんで、はい、あ、それとね、ここの金具が、もう外れ始めちゃって、で、昨日使ってたら、ほら、この金具のところ、あ、違う、金具は上についてるのか。そう、だからこんな感じで動いちゃってたんですね。ここはもう、きちんとはまらない。で、これでやってたらなんかすげえ振動が来て、こっちも。使い物にならねえじゃんぐらい振動が来てました。はい、なので今日はもう取り替えちゃいます。取れねえ。あ、取れた。はい、中も汚い、うん。このコードはいかん。いや、よし。したら、あ、向こうが転んじゃった。どこだ？ここか。周り止めを刺して、これは、ネジだな。逆ネジだからね。長いんだ、これ。はい、ご苦労様でした。これで、あ、ついでだから中を開けて、取れるんだっけ、これ。あ、これ外さなきゃ。はい。うん。ここは油くれるとこがないんで、ここはシールがあるんで。油くれるんならば、これか。どっちだ。まあいいや、ちょっと掃除しておきますか。ね、いいわ、いいね、すぐ何でもあるから。裏側に草がついて、ペンチ、ハサミで、どっかしらでこういうなんかナイロンのこういうの引っ掛けちゃうんだよな。どこだろうね。え、気持ち悪い。そしたら取り付け方法、台座、開けてみるか。あ、これをまず戻して、あ、この裏も、はい、かぶせて、そしてこれを開ける。これもここを押して開けるタイプ。あ、柔らかい。全然こっちの方が柔らかい。使ってない新品のせいなのかどうなのか。これは
ちょっと外しておきます。で、これを入れて、ここにはめる。だな。そして、これで締めればいいんだよね。これ、左。針止めを刺して。ドド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 じゃなくてねじ切らない程度、はい、大丈夫だと思います。そしてまああとは巻き付け方は一緒だね。ああ伸びちゃった。これのいいのはこれが取れる。今までのはここが取れない。取れないですよ。ね。これはここが取れる。なので、これをこっち側にセットしといても入るんじゃないかな。ああ、一回巻き直さなきゃダメだ。なんかすげえ色のコードが入ってる。で、どっち巻き取り、巻き方向、コード巻き方向、こっちだ。これどこなんか補強が入ってる、これ。ここは細いのに、ここは太い。巻くとこだけ補強ついてる。これは前に、班長の使ってた機械には、これがついてたので、使ったことはあるんですね。このままセットして、引っ掛けて、そしてカバーを表、はい、合い口を合わせて、で、あっち、お、なんかこっちの方がなんか軽いな。これからしたら、あ、でもでかさは一緒だな。どこだ、ここか。行っちゃった。あんな向こうまで行っちゃった。厚さ的にはあれ、これもそんなに変わんないんだ。あ、でも分かった。何が軽いかってですね、ここはこの辺が低くなってるんですよ。でもこれはずっと一緒なんで、その分が軽く感じるんだと思います。よし、できた。はい、で、ここを押すごとにこの紐が伸びると。まあ、大丈夫でしょう。回してみようかな。まあ、その前に整備するか。そしたら、ここ。これは左ネジだよな。グリス入ってんな。うん、
回るってんだ、ほら。しっかり回しておきましょう。それと今回やりたいのが、ここのフレキシブルチューブ、ここの状態をちょっと見たいんですよ。回ってここが一番回って、ここが一番回ってですから、この中のオイルがどうなってるかを見たいんで、ちょっと開けてみます。ここはね、ここを押すだけで、これ外さなきゃダメか、これ外して、ここはどうやって外すんだっけ、これか、これ外さなくても取れるか、取れた。このチューブにほら、あんまグリスがない、これにグリスを入れたい、なので入れてみたいと思います。ほぼグリス感がない。これでいいんだと思うんだけど、耐熱グリス純正。ほこりつけないようにしないとね。しっとり感が出てきた。これは重さにならないといいんだけれど、まあないよりはあった方がいいでしょう。でこれで差し込んで、向こうがきちんと入ってる感覚をで、先が回ってるかもう見ないとはまらないので、でロックを押して奥まで、よし、以上、大丈夫です。よし、それじゃあかけてみます。全然振動が減った。今までのやつは結構ね、もう、まあ、壊れてたせいもあるんだけど、もうブルブルしてあれだったけれど、これ今やったら全然振動がないので仕事が楽になると思います。今回はこちらエルバビ、コードは叩いてたしこれ6メーターまでコードも開けるんだ。これはね、4メーターしか入んなかったんですよ。じゃあもっと長時間できるってことだ。三洋金属株式会社さん、兵庫県ですね。はい、エルバビー取り付けしました。はい、これは、お風呂マットです。どっかの具体屋さん使ってましたね。喉が詰まっちゃって、おしまい。